と、いやいや、ツーシームですね。ちょっと曲がってるんでしょうかね。はい、第4球になりました。アウトコース直球ボール。今私も直球と申し上げましたが、ちょっとこれもシュート回転しているような、はい、それで右バッターのアウトコースはシュート気味に、そしてインコースは食い込むようなカット気味に投げてますね、はい、ですから内外に小さく曲がるような、ちょっと動くようなボールを使っています。ピッチャー石田が第5球を投げました。アウトコースシュート回転して外れていきました。ボールです。フォアボール。この試合2つ目のフォアボール。1回も先頭バッターはフォアボールで出して、その後3対0という形になりました。2回も先頭バッターが出ました。3対0とリードする滋賀学園の攻撃、2回表の攻撃です。ラストバッターのキャッチャー杉本春樹が右バッターボックスに入ります。滋賀大会では打率2割2分2厘というラストバッターの杉本を迎えています。サウスポーの石田が第1球を投げました。バウンドしました。ピッチャーマンに転がった左よりピッチャーが降りバウンドを降りてボールを掴んだ。1塁に送球アウト。ファーストが掴んだ。